島で有名なものってなんだか知ってるかな。その通り。それでは青島玉ねぎの歌いってみよう。細長い青和島、瀬戸内海の温暖気候に恵まれた。三毛津国、知ってた？青空と太陽の下、たくさんの作物育つ。その中でも日本一の品質を誇るのは淡路島の玉ねぎ。玉ねぎ豊かな大地で育つ。その玉ねぎは噛めば柔らかくて、玉ねぎ玉ねぎとろとろとろけるように、甘い甘い玉ねぎはふるさとの味。はい、じゃあ次は青島玉ねぎのとっても美味しい食べ方を教えてあげるよ。丸ごとチンして、その間にお鍋の中でベーコンを炒めて、お水とコンソメを加えて、チンした玉ねぎと一緒にちょっと煮込んで、胡椒とパセリ入れたら、はい、出来上がり。淡路島のオニオンスープ、オニオンスープ、ちょっとだけ贅沢。丸ごとの玉ねぎが生き生きするスープ、オニオンスープ、オニオンスープ、凍える冬でもホッとするスープ、懐かしの味。はい、それじゃあみんなで一緒に歌ってみよう。ワンマー玉ねぎ。淡路島の玉ねぎ。